11万4000ベル ?1 万じゃなかった。桁が一桁違う。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2022年12月6日火曜日の午後2時56分です。今日はシャンクさんが行商にいらしてますよ。靴やバッグを求める方は、ぜひ広場にお越しくださいね。それでは、本日も楽しい一日になりますように。ほい!ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれよね。おさいさんおらんくなったんやろ?確か。アイナさん、しばらくお話しできなかったですね。今日は話しかけてくださってありがとうございました。なんだかほっとしました。あふん。それはそれは、すごく真っ白な格好だね。ちょ待ってよ。あれ?アイナちゃんか。なんか話すの久しぶりだな、中から。でもオイラお前のことチラチラ見かけた気がするんだよな。さてはオイラの目を盗んで筋トレサボってたんじゃないか。よーし、今日から鍛え直した。やだよ。嫌すぎます。お、ちゃんとクリスマス仕様の飾りになっとるね。なるほど。いらっしゃい。ゆっくり見てってくれよ。今回良さげなのこれ何、猫アニマル。なるほど、名言はされてないわけね。別に特に欲しいものはないかな。買わないのかい。また来てくれよな。了解です。んで、はあ、いなくなってるよ。いなくなってて、売り土地。え、これ誰か呼べるんやない。ちょ、あれじゃない、島に行ったら誰か呼べるんじゃないの。どうよ。どうよどうよ。場所によってセリフちょっと変えてほしいよね。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合にはいつでも声をかけてくださいね。グッドラック。さあ誰かいるのだろうか。え、誰もおらんなんてことあるっけ。誰もおらんってこともあるっけ。オオカミだな。え、なりちゃんやっけ。ビアンカやった。全然違った。リリーだわ。あら、こんなところで人と会うなんて、なんだか運命を感じちゃいますね。私の名前はリリーです。え、かわいいけどどうしようかな。え、これもし来たとしたら、オオカミ3人目ってことになるんか。一人旅でここまで来ちゃったので、話しかけてくれてとっても嬉しか。あ、私ばっかり喋っちゃった。もしよかったらお名前教えてくれますか?ふんふん。アイナ島から来たアイナさんですね。せっかくこうして会えたんだもの。この出会いに感謝しようと思います。滞在中、仲良くしてくださいね。ふわわ。どうかなぁ。でもなぁ。もうちょい探してみようか。もうちょい探してみよう。てか、一気に参る旅行券。ね、何枚とか最初に選んで発行できたらいいんやけど。え、1枚ずつやったよね、あれ確か。はい、大丈夫です、帰ります。特に珍しい島なわけでもなかったよね。分からんけど。はい、今回はあれかな、前回の島に比べてなんか高い木がある、生えとる。前回のこんなに木なかったよね。お、いたぞ。え、また。あ、違うわ。狼かと思った。猫だな。あの子はなんて子?お、一発で出た。イェーイ。久々に使ったんですけど。高飛び棒。汗草。汗草。アレクサ的な。お、ひょっとしてお前もこの島に武者修行しに来たのか?おいら、汗草。お前は、アイナ島のアイナっていうのか。ライバルが増えて嬉しいぞ。お互い目いっぱい材料を集めながら筋肉を鍛えまくろうな。だー。なんかいろいろと情報量が。とりあえずこの子じゃないな。一瞬で他の島に行けないですかね。てか、ここから直接別の島に連れてってくれたらいいんやけどな。ね、一回一回あそこ
もう一回飛行場に戻らんでも帰りたいわけじゃないんすよ。他の島に行くっていう選択をさせていただきたい。めちゃくちゃ。はい、今回は今度はなんか草が少なめか。見える範囲には、いやでも草いっぱい生えとるな。お、なるほど、あの子か。もうすでにここから見えたぜ。ここはさすがに遠くて使えん。普通に陸地でつながっとるけんこっちでいっか。勝利。わあ、この島に僕以外の人がいる。なんだ、君も遊びに来てるのか。はじめまして。僕、勝利。君はアイラ島から来たアイラくんだね。まさかこんなところでお友達ができるとは思わなかったよ。へへ、仲良くしてね。つーつつ。モールス信号。モールス信号だね。まあ、今のがちゃんと機能しとるのかどうかはわからんけど。モールス信号なんだろうな、ということはわかってもね、それ自体が、どの合図でどの言葉っていうのはわからんけん。あ、そういえばさ、あれじゃない？離島でも、ですよね、メッセージボトルあるよね。え、これは？各島に一個ずつ？全然私5つもやってないやん。4つしか買ってなかったんか。なるほど。ちょっと待って、メッセージ見てない。でも、サクランボの帽子やって。知ってたー。全然ダメじゃねえか。あれも別にサメとかではないっぽいね。よし、次の島に行きます。帰りたい。いや、次の島に行きたい。アヒラ島に帰りたいわけではないんだ。オッケー。しょうがないね。お、今回は、木が奥の方になったんかな。はい。さあ、誰がいるだろうか、ここには。なるほどね、違うな。違うな。マリリン。あら、はじめまして。あなたもよその島から来た人かしら。あ、なんか、この顔いいね。こんなところで出会うなんて奇遇ね。私、マリリンっていうの。あなたはアイラ島のアイラさんね。なんだかあなたとは仲良くなれそうな気がするわ。少しの間だけど、よろしくね、アハン。あれやん。目閉じてニコって笑った時の方が、目がキラキラしてるんですけど。そんなことある？ちょ、待てよ。とりあえず、メッセージボトルを探して、見よう。あるのか？ないね。ってことはあれか。まあとりあえず全島合わせて1日に1個って感じかな。なるほどなるほど。まあそれか別に全ての島にあるわけではないっていう可能性もあるけど。次ラスト。次ラストいきます。え、これでおらんかったらどうしよう。もうあれやね、自然に来る子を受け入れるしか。それをするでちょっと楽しいけんね。ワクワク。さあ、今回は？どこもなんか結構同じような感じよね。今回はゾウだな、ゾウ。あ、かわいいじゃないか。素朴な感じでいいんじゃない？ちょっと待って。とりあえずね、一応メッセージボトルを探して見るのだけど、あの子は男の子かな。え、元気な男の子系？どうやろ、パッと見た感じ、ちょっと茶すみが。どうも。やあ、はじめまして。僕、ヒュージって言うんだ。今日はこの島に遊びに来てるんだよ。ヒュージ。大きいってことかな。君は、アイナくん？アイナ島から来たのか。せっかくこうして会えたんだし、一緒に楽しもうよ。あ、のんびり系かな。少しの間だけど、よろしくね。だそう。かわいい、そのまんま語尾。
この島って自然がいっぱいですっごく気持ちいいから、いつもでもいたくなっちゃうよ。実は僕ね、前からこういう島で暮らすことを夢見てるんだ。だぞ、うちの島に来てみる？なんであれ骨なんやろ服の柄が。犬のキャラとかならわかるけど。え、君の島って確かアイラ島だったよね。そこもこんな感じなの？いや、もうちょっと発展してますうわー、だったら行きたいな。アイナくんがいるなら知らない島でも安心だしね。だぞ、ここを想像してあっちに行ったらちょっと詐欺だと思うけど、うん、悪い意味での詐欺ではないかもしれんけど待ってるよ。ところでアイラ島にお引っ越しするにはどうしたらいいの？へえ、カルキチさんって人に電話をすればいろいろ教えてもらえるのか。ありがとう、早速やってみるね。今日は本当に最高の日だよ。新しいお友達ができただけじゃなく、僕の夢まで叶うんだもん。だぞ、やったね。たまたま遊びに行った島で誘われてお引越しまで決めちゃう僕、まるでテレビドラマみたいだね。だぞ、そんなテレビドラマ見たことないけどな。なんていうテレビドラマだそれは。さあ、これで樋口がやってくることになったね。初めましての子なんだけど、かわいいね。なんかすごい素朴な感じがするよね。でも初めましてやけど、なんかどこかで見たことがあるような感じの顔いいね、いいね。やったー、ちゃんとマイル旅行券の範囲内でおってよかった。はい、どうされますか？帰ります。アイラ島に帰るんですね。大事なものの置き忘れはないか確認はお済みですか？オッケー。あれやね、島自体はなんか特別な島みたいなとこには特に行かんかったね。私がわからんかっただけかもしれんけどラジオです。では参りましょう。ありがとう、いい出会いがあってよかったよ。さあ、これでやっほー。あら、アイラさん、ご機嫌いかが？素敵ね。お話ししよう。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい余剰を片付けられてなんだか得した気分だわ。素敵ね。次は一徹だな何がとは言わんけど、次は一徹だな。うんうん。あ、噂をすれば。おー、アイナ、お前と話すのは一体いつぶりだ？ずっと思い出せないくらい俺たち口聞いてねえよな。そんなことないやろ。ビビって声かけずれならエールなんていらねえぞ。別に噛みついたりしねえからよ。てか、え、だって月末ぐらいには必ず話しかけとるやろ。何やったっけ、あのイベントであれ、もうこんなとこまで移動した、早くない？走った？あ、ほらほら、もうご制約。ヒュージ様ご新居建設予定地。やったね。ちょ、周り白とピンクのバラで囲まれとるけど。お、クリスマス仕様ですね。なんか売りよるかな。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。あれは飛び出す絵本か？あ、そうだ、クリスマス向けのプレゼントとしておもちゃの家具を並べ始めたんです。12月25日までの限定商品になりますので、気になるものがございましたらぜひご覧ください。さーい。こちらの商品は仕掛け絵本でございます。まーす。お値段は2400ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買いましょう。高いね、結構絵本ってなんか1000円ちょいぐらいじゃない？毎度ありがとうございます。まーす。2400ベル、間違いなく頂戴しました。ました。あ、ずっとあるんやね。なるほど。パンってなくなるわけじゃないんや。こういう机は、なんか会議室とかにあるイメージ。これ色味可愛くない？買おうかな。そちらの商品はチェスでございます。ます。お値段は11,400。違う、11万4000ベル ?1 万じゃなかった。桁が一桁違う。やめておこうかな。たっか、そんなするなんかあれよね、つい最近ツイッターで、いいね、細かいところまで、上に雪だらも置いてある。つい最近ツイッターで、まあ、チェスじゃないけど、有名ブランドの将棋
セットとかがなんか話題になっとったことない？ティファニーとかの。ああいうの有名ブランドのやつ買ってもさ、使えんくない？飾るだけみたいな。飾りにしても可愛いけどね。よきよきって感じやけど。え、さっきのちゃんと変えたんよね。この辺のって、前買ったやつか？あ、そう、ハロウィン系もまだあるんやね。仕掛け、絵本。仕掛け絵本。こんな感じで。ちょっと待って。向きが、向き変えんと、どんな内容か分かりづらい。じゃ、開いて。こんな感じ。かわいい。クマ？ライオン？ライオンかな？たてがみ？クマっぽくも見えるけど。こんな感じで。どうも。ご機嫌いかがですか、ダフン。世間話でも。あら、ブラックバスをお持ちなんですか？突然の話ですみませんが、そちらを720ベルで譲っていただけませんか、ダフン。いえ、全然いいけど、いらんし。ありがとうございます。すごく助かります。もうずっとしまい込んどったやつやけん、鮮度は悪いけど大丈夫。ブラックバスは近づいてよく見ると結構迫力がありますね。ブラックバスの魅力が少しだけ分かったような気がします、ダフン。どうしたんかな、生臭かったんかな、近づいた時に。ブラックバス持ってるってなる。おーす、いい汗かいてる、中からおしゃべりしよう。ん、なんかお前の顔いつもと違う気がするな。なんだろう、分かった、音外筋を鍛えただろう。音外筋とは。え、メイクだって、全然違ったか、の心。ちゃんとメイクしてんのか、私。この子ちゃんとメイクしてんだな。女子力、女子力。何やってんの、そんなとこでドーナツ片手に。なんだかお久しぶりですね。お元気でしたか？お話ししたいことがあったんですけど、何だったかしら。日が経っちゃったんで忘れちゃいました。よ。まあ、でも、日にち経った件って、忘れるようなのはね、大した用事じゃないってことやけん、大丈夫、大丈夫。めちゃくちゃ大事なこと忘れられとったらあれやけど、たまーにあるよね。あるんかいって感じやけど。いや、あるんすよ、それが。大事なことを。しかも大事なことを、もうね、間に合わん、間に合わんというか、もう手遅れっていう時になって思い出すけんさ、逆に思い出さんかったらよかったって思うよね。この辺ももう花いっぱいになってきたな。ね。ん、残りの住民たちは一体どこに？あれかな？博物館の中とかそういうことかな？ふぅ、はしごを使わなくても降りれるようになったのめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。そういえばプレゼントも開けてなかったね、落としたままで。中身は。お、お金やん、やったー。ずっと誰も拾わんかったんやね。惜しいことをしたって今誰か思いよらん。こっちの方でもなんか落としてなかった、私プレゼント。ほらほらほら。お、何？今日は僕がとっておきのリアクションを教えてあげる。お、また？何か自慢したい時とか、すごいことがあった時に使うといい感じだよ。せーの、えへん。めっちゃドヤっとる。君も自信たっぷりの時には、このドヤって胸を張っちゃおうでし。イエーイ、ドヤなリアクションを教えてもらった。えへん、いいね。じゃあリアクションしたい時にどこに行くんだい。ちょい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 。あれよね、こう、こっちに注目してもらえるような口笛みたいなの前なかったっけ。なかったっけ。外す、登録、
ドヤ。どこドヤ。え、どこですかドヤ。ドヤ、あ、これか。ドヤ。ねえ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 、見て見て。ドヤ。一緒に。かわいい。めっちゃかわいい。いいね、いいね。お、どうも。あー、エラちゃん、やっと話せた。あは、あたい、地味に寂しかったんだから。ごめんね、それは、それは。あれ？どうかしたの？あは、世間話でも。今日はシャンクさんが来てるね。あの人が売ってる靴やバッグを見てると、ファッションの可能性ってのを感じるよ。島のファッションリーダーとしてトレンドを先取りしとかないとだから、早くチェックしに行こうっと。あは。女子力高えな。でもあれよ、シベリアさんも今日なんかすごいおしゃれして歩きよったよね。え、シベリアさんやった名前。へっ、ビアンカやったっけ。どちらかだったはず。めっちゃ曖昧。ビアンカやったような気がしてきた。どうもどうも。シベリアって男やんね。ビアンカだわ。ほらほら。うふふ、また会ったわね。素敵ね。天気に合わせて部屋の BGM を変えるのもなかなかおしゃれよね。とか言いながら、結局私はお気に入りばっかり流しちゃうんだけど、素敵ね。そんな基準で変えてないな。てか常に音楽とか流してないけど、リアルではね。リアルでは聴きたい気分の時に好きな曲をかけるだけやけんね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、久々に島をうろついて、自分の島の住人たちと話したり、今、新しい子がね、入ってくるけん。今度は、それが楽しみやね。キュウジくん。楽しみにしとこう。どんな部屋なんやろうね。